路面電車。路面電車は、主に道路上に付設された、軌道、併用軌道を用いる、路面鉄道、トランウェイ、ストリートカーを走行する電車である。類似のシステムにライトレール、トランジット、トラムトレイン、ゴムタイヤトラムなども存在する。路面鉄道とは主に都市内及びその近郊の、道路上に付設された鉄道で、比較的短距離の旅客輸送手段として利用される。 道路上の安全地帯や歩道から車両に乗降する、停留場の間隔が短いなどの特徴がある、交通機関である。府中鉄道と異なり、軌道は道路上に付設される。専用軌道、日本の軌道法では、新設軌道と故障を有する路線もあるほか、市街地では一部地下や高下で、道路交通との分離を図った路線もある。世界では、 約50カ国の約400都市に存在し、ドイツ、ロシア、ウクライナで特に発達している。日本以外の多くの国の路線では、終端ループ線が用いられ、変動アヘン運転台式の車両で運行している。バリアフリーの観点から20世紀末以降は、路面から乗降できることが再評価され、欧州を中心に整備が進む動きがある。また欧州では、公共交通機関として、 都市中心部の歩行者空間に乗り入れる形態も多い。1954年、昭和29年にアメリカで戦前に開発されていた PCC カーの技術導入による使用に続き、1956年、昭和31年に普通鉄道の近代化電車の設計を取り入れ、流線型スタイルの軽量化構造、直角カルダン駆動方式、発電ブレーキを採用して、 高加減速度約時速 5km、セックの日本型近代化路面電車が誕生したが、当時のモータリゼーションの伸長により、自動車の移動路との併用軌道では、その高性能を生かすのが困難となり、その後は、車両コストが低廉な吊り掛け駆動方式による、在来型の車両が製造された。1980年、昭和55年に、日本鉄道技術協会の推進により、 近代化路面電車を一層改善した新型の路面電車を警戒電車と名付けたが、一般には車両更新程度の認識しか広まらなかった。1990年代以降は、欧州における超低床車の普及により、路面電車の次世代化や、アメリカや欧州のライトレールの動向に注目する動きがあった。そのため日本では次世代型路面電車を、特にライトレール、 LRT と呼ぶことが多い。1997年、平成9年、ドイツから台車と電気部品を輸入して組み立てられた熊本市交通局9700系電車導入も、超低床車両を特徴とする路面電車の次世代化が進んだ。富山市の例に見られるように、欧米型のコンパクト式志向の街づくりと一体となった交通システムとして、 路面電車の次世代化が一般に認識されつつあると言える。日本国外におけるライトレールトランジット、LRT とは概念がやや異なる。ライトレールの概念を参照。日本では路面電車システムの次世代性が議論され下記のような特徴を指しているが明確に定まったものではない。国土交通省ではこれを LRT、ライトレールトランジット、 次世代型路面電車、システとしている。路線の延伸や新設については、日本の路面電車一覧を参照。超低床車両については超低床電車を参照。富山ライトレールは、JR 西日本の旧富山高線を路面電車化し、第3セクターが経営を引き継いで2006年、平成18年4月29日に開業。開業にあたり、車両をて、 次世代型路面電車に入れ替え、富山市の都市計画にも組み込まれるなど、これを日本における次世代型路面電車の第一号とみなす考えもある。イギリスでライトレールなどの情報をまとめている第三者団体ライトレール交通協会ライトレールトランジットアソシエーションロールタでは、平用軌道区間は市中心部の一部でほとんどが専用の鉄道区間へ直通していることから、 トラムトレインに分類している。ロールタは、日本の江ノ島電鉄、広島電鉄宮島線、筑豊電気鉄道、京福電気鉄道、蘭電、東急世田谷線、阪海電気軌道の6路線を、ライトレールに相当する鉄道として分類している。路面鉄道は、もともとは都市内の馬車鉄道として生まれ、1840年代に、欧米各地に広がっていった。 その後、動力を馬以外にする試みが行われ、蒸気機関などもあったが、電気動力が最も普及した。これは1879年に、ドイツの電気会社、シーメンスがベルリン博覧会でデモンストレーションスをさせたのが始まりで、電気は3本目のレールから供給されていた。1881年には、ベルリン郊外ので、試験運行が開始され、 1883年に定期運行が始まっている。1881年には同じくシーメンス社がパリの電気博覧会で架空電車線方式を試み、1884年に登場したフランクフルトの路面電車で採用され、その後ヨーロッパ各地に広がっていった。アメリカ合衆国では電気軌道、路面電車は1886年にアラバマ州、 モントゴメリーやペンシルベニア州スクラントンに付設されたのを皮切りに各都市で普及していく。特に同国では専用軌道化や運転速度の向上などシステムを高度化し都市と都市を結ぶインターアーバンにも発展し1920年代に全盛期を迎えた。しかし同時にその頃自家用車の普及に伴い多くの都市で路面電車廃止の流れも始まった。 1970年代初頭には、路面電車や郊外電車、インターアーバンは、前世紀の4割が廃止され、残存していた6割もゆっくりだが、マンネリ化が進み、世界最大の路面電車保有国の地位を、ソビエト連邦、ロシアに譲っている。欧州の一部でも、第二次世界大戦後までにこの流れで、ロンドン、パリなどの都市で廃止された。一方で、 旧ソ連と東欧諸国、そして西ドイツでは第二次世界大戦後も路面電車を活用した。西ドイツでは車の普及により路面電車を導入していた都市の半数では廃止されたが重要な都市内交通手段として位置づけ、連接電車の投入や運賃の収受に信用乗車方式を導入するなど輸送力増強と生産性向上に努めた都市も多い。 路線網の再構成も盛んに行われた。また、郊外への路線延長を図る一方で、渋滞に影響されずに高速で走り、定時性を確保するため、専用軌道を確保し、都心部においてはさらに地下化を推進した。この方式は、シュタットバーンと呼ばれている。このシュタットバーンは、新交通システムの開発で行き詰まっていたアメリカ合衆国に影響を与え、 1970年代に入り、連邦交通省都市大量輸送局によって、ライトレール、LRT という言葉が定義さる。フランスでは、1980年代後半より、上記のシュタットバーンやライトレール化の流れではなく、路面電車に対する新たな取り組みが始まり、後に欧州大陸諸国にも広まった。日本では、路面電車の次世代化などと呼ばれる。 河線を利用することなく、蓄電池を積載した車両の開発、実用化が進められている。語源は、英語のトラムは、低地ドイツ語のトラムに由来し、車軸や針を意味する。イギリスではの1798年10月17日の定換に、トランロードの言葉が初めて現れる。このトラムロードは、鉄製の l 字形機場のことであり、トランウェイとは、 鉱山鉄道や軽便鉄道を指した。トラムウェイの語は1826年に初めて使用された。トラム、カー、トラムカーの語は1873年から使用された。現在欧州各国ではトラムが使われることが多い。ドイツ語のは道路上の鉄道を意味するが、はじめは馬車鉄道を指していた。北、アメリカでの ストリートカーの子はドイツ語から移されたもので1840年から使用されている。しかし、電化が進むにつれ、トロリーやトラーリカーと呼ばれることも多くなった。このトロリーはトロラーン、転がるに由来し、架空電車線から電力を取得する際に、終電装置先端の滑車が架線に沿って転がるため、このように呼ばれるようになった。日本においては、路面電車は、 軌道法の適用対象であり、鉄道事業法に基づく一般の鉄道とは明確に区別されている。なお、同じく日本の道路交通法では、レールにより運転する車と定義している。また都市計画法に定める都市施設においても、路面電車は都市計画道路のうちの特殊街路に分類される。経営形態としては、地方自治体による地方公営企業。 交通局、一般の私鉄と同じ住民間企業、第三セクター会社によるものがある。市が運営する、資源が多数を占めるため、運営形態によらず、路面電車は、資源と呼ばれることが多い。車両は、ボギー車が原則であり、車長は、約1 2メートルが、一般的である。また、輸送力を増加させるために、二つまたは三つの車体に三つまたは四つの、 台車を履いた車長が約18メートルまたは27メートルの連接車も一部において使用されている。駆動方式は床下スペースの制約から長年にわたって構造が簡単で保守の容易な吊り掛け駆動方式が採用されてきたが最近の車両では直角カルダン駆動方式中空軸平行カルダン駆動方式 TD 平行 カルダン駆動方式が採用されており、床下の駆動装置のスペースに、さらなる制約がある、超低床系路面電車において、車体操作カルダン駆動方式が採用されている。制御方式は、運転台の直接制御機、ダイレクトコントローラーにより、主回路を直接に切り替えて、モーターを制御する直接制御方式と、運転台の主幹制御機、マスターコントローラーにより、 制御回路の指令線を切り替え、主制御機を介して、モーターの主回路を制御する、間接制御方式による抵抗制御が長年採用されてきたが、最近の車両では、日本の電気鉄道での電車の制御方式として広く、使用されている、VVVF インバータ制御が採用されている。一方で、堺地直波制御と、堺地点カレージ制御は、採用例がなく、 電気子直波制御についても長崎電気軌道で2両導入されたにとどまった。ブレーキ方式は運転台にあるブレーキ弁を開閉操作することにより空気圧縮機で作られた圧縮空気を供給空気ダメから直通管を介してブレーキシリンダーを加圧または減圧してブレーキ力を得る直通ブレーキが長年採用されてきたが最近の車両では 日本の電気鉄道での電車のブレーキ方式として広く使用されている電気指令式ブレーキが採用されている。加速度は約時速 3km セックとしているが、現在では約3時速 5km セックの高加減速の性能を持つ車両もある。なお、1960年代の札幌市電では非電化区間も存在していたため、路面起動車もごく少数ながら製作されていた。 機関は主に 1067mm と 1435mm が採用されているが、函館市電と都電荒川線は馬車鉄道の機関を踏襲した 1372mm を採用している。河川の電気は直流 600V を基本としており、河川は低速運転のため直接釣り化式を原則としているが、都市景観と河川の指示構成の簡易化により、 河川の指示柱を伏線の線路の間に設置する方式がられているところがある。また、終電装置はビューゲルや Z 型パンタグラフが使用されているが、最近の車両ではシングルアーム式のパンタグラフが採用されている。平用軌道においては、線路の位置は道路の中央を原則としている。その理由としては、道路での自動車通行の往復が区分される。 路面の排水が容易である、街角での交通の混乱が避けられるなどの利点が挙げられるが、上降時の車道を断時での自動車との接触などの危険を伴う欠点がある。また、自動車の円滑な通行を行うため、左右にある車道の幅は2車線の5.5メートル以上としており、道路上に路面軌道を付設する場合の道路の幅は、中央にある伏線の軌道時期の幅5.5メートルと、 その左右にある2車線の道路幅5.5メートルに、イコール11メートルと、さらに左右にある歩道幅を加えて20メートル以上が望ましいと、されている。曲線半径は、道路との関係で小さく最小半径は18メートル程度となっており、曲線での関東は設けられていない。勾配は道路によって左右されるが、本線での最急勾配は40パーミル、停留場での勾配は、 軌道条件や安全のため10パーミル以下としている。停留場間隔は利便性を良くするため500メートル前後である。また、利用者の安全のため、停留場には安全地帯の標識や安全防護設備を設置しているが、車道の幅の関係で設置されず、車道に白線が引かれ、それを囲むように青色や緑色で塗りつぶしただけのところもある。レールは、 道路の舗装に対する厚みとレールの負担荷重に対応できる HT、ハイ T レールと車輪のフランジが通るワブチジを設けた溝形レールが採用されており、前車は直線区間で使用され、後車は曲線、分岐器で使用されている。また、HT レールを付設する場合には、車輪のフランジが通るワブチジを設ける必要がある。レールと道路の路面とは、 同一構造であり、高低差がないようにしている、軌道時期の舗装は、遺体紙などを敷き詰めたたわみ構造の舗装が多かったが、最近では、鉄筋が入った、コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート枕木ブロックを使用して、メンテナンスフリーを目的とした強し質構造の舗装が採用されている。また、軌道時期の外側の部分では、車道に向かって約1、 20の勾配が設けられており、降雨による雨水は車道に流れて排水されるが、水平になっている軌道時期のレールの間では、和部知事に沿って雨水が溢れやすいため、軌道を横断する下水口を一定間隔に設置して、和部知事の雨水を道路の側溝に導くようにしている。信号は軌道信号機と呼ばれており、運転士による死人により、車両間隔を制御して、 保安を確保する運転のため、折り返しターミナル、分岐点、交差点など以外にはなく、交差点、分岐点、渡り線付近の河川に、トロリーコンタクターを数個取り付けて、分岐器の点鉄器、電車信号、交通用信号を操作する。また、広島電鉄では、交差点において、電車の接近をトロリーコンタクターにより検知すると、交差点での青信号を延長する。 電車優先信号を設置して、電車の運転を円滑にしている。また、単線区間では、鉄道での自動閉塞に似た運転と続行運転の、両方ができるように、行き違いができる停車場に、単線区間での車両数と進行方向を表示する、信号が併設されている場合がある。1995年、平成7年に、広島市で開かれた第2回路面電車サミットにより、 6月10日を路面電車の日に制定した。これは6イコールロ、路面、10イコール英語で、点、電車という語呂合わせによる。路面電車の日には、路面電車の利点を PR するためのキャンペーンやイベントが行われる。これには2つの説があり、1つは通行人への警報のために、運転士が足で床下の鐘、フートゴングを鳴らす音から来ており、 もう一つは、車掌が、運転士にあるいは運転士が、車掌に合図を送るたに鳴らしていた鐘、ね、ベルの音に由来する。鐘の音は、以下のような意味で使用されていた。現在でも、都電荒川線や半海電気軌道の、全車両、半海電気軌道は、フートゴングのみで、701型と1000系、境トラムには、装備されていない。で、発車時に聞くことができる。 ただし現在は全列車がワンマン運転のため上記で述べた車掌、運転士同士の連絡には用いられず乗客に対する発車合図という位置づけである。また、函館式業局交通部で下記に限って運行されている函館ハイカラ港のほか、都砂電交通の100系、590系、2000系以外の校車合図音で聞くことができ、維信号でもこの金が 新鈴として使わされていた。半海電気軌道のも1 6 1百1 6 1号、昭和40年代復元車にも使用されてはいないが再現してある。戦後は改造により、ベルを連続音の伝令やブザーに交換した車両や、ブザーのみで申請された車両が現れたが、水明回数や伝達内容は、ベル時代のそれを踏襲している。 現在も広島電鉄では、車体の長い連接車は、ツーマンで運行されるため、車掌と運転士の合図に、ブザーが使われている。2回続けて鳴らす発車合図という点では変わらないが、ブザーのため、ギッ、ッギ、ッという音である。なお、路面電車以外では、名古屋鉄道、ただし300系以降の車両は2出式ブザーに変更や、京阪電気鉄道、阪急電鉄、 阪神電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、京都市営地下鉄、カラスマ線、大阪市営下鉄、筑豊電気鉄道等でもワンマン運転路線を除きベルに連打による合図を残している。過去には神戸電鉄や永山電鉄などでも行っていた。特に路面電車発祥の会社が多い関西の路線に多い。関東でも 京成電鉄やそのグループである新京成電鉄、及び北総鉄道、また京成電鉄の乗務員が引き続き乗務する直通先の芝山鉄道では、発車時ブザー2回、停車駅が近づいた時にブザー1回と路面電車式の合図を行っている。地域によっては音の違いからカンカン電車という呼び名もあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。